皆様どうもこんにちは。今回はね、トカキッチンっていうゲームを遊んでいきたいと思います。僕も正直何が起こるのかわからないんですよ。だけど食べ物関係だと思う。やっていきましょう。プレイ。ほう、皿が3つあって、ま、あ、これは誰のために作るのか決めるのか。じゃあ人間は僕嫌いだから、この雪だるまでいきますいいですか、行こう。さあ君、いや怖いって。君ネクタイしてるんだったらシャツ着ようぜ。いいですか。オッケー、まあいいや、関係ない関係ない。じゃあ何を作ろうかな。じゃあ僕パスタ好きなんでパスタ作りますわ。パスタ。おい、いや、まだ食べんじゃん。食べるな、まだ。落ち着け、落ち着け。オッケー、ここに、お、下の方にこのように調味料があって、こっちには何があんの。こっちには鍋とかが全部あんのか。なるほど、オッケー。パスタ、水に入れます。パスタ、オッケー、いいよ、完璧よ、完璧で、え、待ってくれ待ってくれ待ってくれ。パスタを水に入れます。そして調味料、塩だけかけますね。塩だけかけます。塩だけ、ここチラ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 。パスタを茹でてるときは大量に塩入れないといけないんですよ。いいですか、いいですか。オッケー、胡椒は入れないでおこう。レモンも入れないでおこう。塩だけです、塩だけです。これパスタだよね。取り出してみます。オッケー、取り出せた取り出せた。え、この人もなんか食べたくなさそうな顔してるよまずそう。ではでは、ソースには、はーい、ケチャップと、はーい、うまそうでしょ。はい、タバスコ。はい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 、激辛デスソースより辛いタバスコですよ。はい、ありがとうございます、美味しい。そして醤油も。超まずそうなんだけど。さあ、ちょっとね、これで冷蔵庫の中見てみるか。冷蔵庫の中にエビがあるんですよ。だからエビを取って、ちょっとてっぺんにこうやって、上に置きたいの、お前、上に置きたいの、上にポトって置きたいの。まあ、や、食べろえ、まずいの。僕の特製パスタ、こいつ食べると思う、食べると思う。食べない、絶対。試してみようぜ。いきますよ、お前の名前今日からボブね。いきます。あ、ブワーブレー、ひどっ。見損なった、お前。僕人間のとこ行きます、人間のとこ行きます。いいですか、この子行きます。さあ、この子はね、いくつかのものを整えたら可愛くなるような人なんですよ。いいですか。だから本当に美味しいものを作ってあげよう。パンでしょ、パンパンパン。そして包丁が欲しいです。そしてパンを切っていきましょう。どうやって切るの。そういうことか、そういうことか。じゃあサンドイッチ作るよ。ここだ、ナイス、ここだ、ナイス、ここだ、ナイス、素晴らしい。オッケー、戻ろう。さて、パンが全部切れております。一個一個になんかかけることはできない。あ、できる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 。オッケー、パンをここに置いてケチャップをここにかけます。オッケー、オッケー、いいよ。パン、パン、パン、2枚目は、パン2枚目、これでかすぎる、これが欲しいです。いいですか。な、そこじゃん、ナイス。あ、こ、あ、やばい、これにはケチャップじゃなくてこのソースです。正直何のソースかわからないけど、かけてみます。はい、美味しいですね。はい、ね、そういうまずそうな顔しないで。この他のパンはいらないので捨てておきます。いいですか。下の段には謎のソースのついたパンです。冷蔵庫行きましょう。トマト、ははーさあ、また包丁です。トマトを横に切っていく、横に切っていく。ちゃ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 、戻ってこい、お前、持ってこい。ここだ。え、なんで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 なんだなんだなんでなん、消えたん。落ち着け。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。オッケー。これも、ちょっとだけこうやって切っていこう。完璧よ。完璧よ。見てこれ、見てこれ。うまそうすぎる。うまそうすぎる。じゃあちょっとね、パンの上に全部乗せれるようになるために、ちょっと全部一回地面に置いとこう。ね。ただ大丈夫、大丈夫です。この人たちは人間じゃないですからね。トマト、トマト、いや、なんで、え、いや、パンの上に乗せろ。サンドイッチ作りたいの。食べてください、食べてください、食べてください。待って、塩ちょっとかけます。そしてレモンもちょっとかけます。食べろ、食べるんだ、食べろ貴様、食べろ食べろ、うん、トマト全部一緒に食べろ。いいでか、パンも食べろ。はい、そして塩もちょっと食べろ、塩も食べろ。きたな、美味しかったの、美味しかったの、もっと欲しいの、あ、もっと、うう、見てるね君、うう、欲しいの、いや、あげない、えー、あーあーあー、食べろ、これさ、一つ言っていいですか。多分
決める食材でも全部変わってくるんですよ。この人は多分イタリアの超いいレストランで働いてる方なんですよ。だから結構すごいもの作ってあげようぜ。僕はステーキを作ってあげます。超嬉しそうな顔してんじゃねえよ。ステーキとさらにと何にしよっかな。ステーキとポテト、なんか腐ってるポテトなんですけど、これポテトですか、これポテト、まあポテトであることを信じよう。ステーキをここに置いて塩コショウをかけます。塩コショウ大事ですよ、塩コショウ大事ですよ。すいません、カメラが揺れてます。コショウを振りすぎです、カメラが揺れてます。塩をかけて、はい、オッケー。さあここでフライパンに行きます。そしてバターの、ナイス、あんたうまい、あんたうますぎ。そしてステーキを、おーうまそう、自分で言うのもあれだけどガチうまそう。オッケー、これ大丈夫なの、これさ、どうやってさ反対にすんの、反対しか焼けたら、まあいいや、これでいいや、これでいいや、これでいい、これでいい、うん、熱いよ、熱いよ、おー気をつけて。さあポテトが必要ですからね。次のポテト、いや食べるんじゃないよ君、まだ作ってないからね。お水の中にまず入れていきます、少しだけね。そしてこれが終わってる最中にトマトもどうせなら水の中入れちゃおうぜ的なね。はーい、そしてこのトマトとポテトを何をするかわかります、何をするかわかります、まあわかりますよね。あるのかわからないけど、ブレンダーってある、ブレンダーある。 Let's go boys。 Oh yes トマトジュースです。皆様ミシュランシェフ、ブラボー、ありがとうございます、ありがとうございます。もうめちゃくちゃ美味しいですよ僕の料理は。わー、待って、まだね、まだ終わってないからね。はい、ポテト、お、いいこと思いて、 Oh my god 僕天才すぎる。いくよ、このように切っていきます、いいですか、ゆっくり切っていきます。あー分厚いって、あ、分厚すぎるってそれ。 OK、 切って、はい、ポテトフライにしていくんですよ、いいですか、ポテトフライにしていきます。フライを作ります、いいですか、ほら見て、ここで切ってるんだよ、いいですか、ここで切ってるんですよ。なんでここからピョンピョン飛んでいくの、バカみたいなゲームじゃん。ま、いいですか、じゃあフライに入れます。ポテトをフライに入れて、温度ついてるよね、 Let's go、 ついてる、おー、ついてる、あなた神、僕天才、コメント欄で純シェフ最高って書いてください。これ多分ゲームだから時間関係ないよね、一回油につけたら完璧なフライってことになるんだよね、僕天才じゃね。はい、でちょっとね、ケチャップを角に、あー待って、1個だけにかけちゃったんだけど、まあいいや。はい、塩でしょ、はい、塩欲しいですよ、はい、胡椒も僕好きなんですよ。そして実はイギリス人はポテトにお酢をつけるのが好きなんで、僕のお父さんめっちゃお酢をつけるのね。だけどお酢っぽいものはないので、どうしよう、タバスコにしよう、タバスコ、はい、素晴らしい。さて君、これで美味しいって言わなかったら僕即動画終わるからね、いいですか、ポテトはどうだ、美味しそうに食べるね君。オッケー、ケチャップがいっぱいついたポテトは、はい食べろ、ポテトとケチャップがまずいって言ってんの君、ポテトとケチャップがまずいって言ってるよこの人。さ、お疲れ様です、お疲れ様です。だけどステーキは美味しいですよね、ステーキこうやって一口で食べれるの、一口で食べた美味しいだろ、それではまた次回、3、2、1、アディオス。